なーに？めぐるくんは彼女をかばうわけ？そんなことないよ。ただ態度がどうこうってだけで犯人って決めつけるのは良くないと思っただけだよ。それに疑う要素もほとんどないし。めぐるくん！考えても見てよ。どうしてこう事件現場にすぐに現れるのよ。あんなにタイミングよくポンポンと。それはたまたま。3回ともよ、3回とも行動だって怪しいわよ。彼女自身が犯人だって考えれば全てうまくつながるのよ。立花さん、今のは言い過ぎだと思うよ。忍は、彼女はそんな子じゃない。立花さん、僕は気持ちはよくわかったわ。え？要するに、めぐるくんは同じ新聞部である私よりもライバルのしのぶさんの味方なのね。なら今日限り君とのコンビは解消ね。パートナーの言うことを信頼できないなら一緒に活動なんてできないわ。ふん、だいたい有能なる私は最初から一人で十分なのよ。あなたはしのぶさんとどうぞお幸せに。立花さん、言い訳なんて聞きたくないわ。二度と私の前に現れないでね。立花さん、よければ持つの手伝おうか。結構よ。残りはめぐるくんに選別代わりにあげるわ。じゃあ今度こそ本当にお別れよ。さようなら。あ、ちょっと。
立花さん。やっぱりダメだ。やっぱり授業は出ておかないと。めぐるくん、めぐるくん。大見さん、どうしたの？どうしたの？立花さんがどうかしたの？宮子が森で。森で襲われたって。誰かに殴られたらしくって、意識がないって。今、救急車で運ばれたわ。それ、どこの病院？